寿司飯と海苔にさまざまな具材を乗せて巻き酢で巻いて調理する寿司ロール。今や世界中で愛される定番メニューとなりました。その調理に欠かせないのが巻き酢。よく見ると黒カビやささくれがありませんか？こうした異物が接触しないようにするため、寿司ロールを調理するときは巻き酢にラップを巻いています。でもこの作業意外と面倒。しかもラップは非常に洗いにくいので、汚れるたびにラップを交換しなくてはなりません。そこでラップが不要でダイレクトに使える長谷川巻き酢。竹ではなく樹脂でできているので、黒カビもささくれも発生しません。これならラップを巻かずにダイレクト、そのまま巻けるので手間がかかりません。特殊な加工がしてあるので巻き酢にシャリがつきません。やっぱりあの巻き酢ですと、まあ、ラップを周りにこうかぶせてやるので、どうしても巻き酢とラップの間に隙間が入ってしまって、巻き込む時にすごい巻き込みづらかったりとかするんですけど、もちろんこれはもうこのまますぐ使えるので、締めた時にキュッとこうフィットしてですね、すごい巻き込みやすいんです。この巻き酢に使われる糸は釣り糸などに使われるモノフィラメント。タコ糸のように糸くずを発生しません。また水を吸わないので黒カビなどの心配もありません。竹製の巻き酢と違ってすぐに乾くので、洗浄後すぐにご使用いただけます。もちろんディッシュウォッシャーやブリーチにも対応しています。竹はやっぱりね、洗うとやっぱ乾かすまで時間かかるし、こういう人もさっと洗ってすぐ拭いてですね、何回でも使えるんで非常にあの使い勝手がいいんです。色は3色、サイズは S、M、L をご用意しています。簡単により衛生的な寿司ロールを提供したいなら、長谷川巻き酢をおすすめします。